はい、じゃあ説明します。ファイナルファンタジーアギトでは、救世主であるアギトを目指してプレイヤーが魔導院で、生活をします。でその魔導院という学校で生活するキャラクターを今作成しています。選択できる項目は性別、顔、まあ、顔は表情、顔の形とかですかね。あと髪型、髪の色、肌の色を選択できます。ボイスは3種類あって、活発な子、清楚な子、勝ち気な子を選ぶことができます。男女でも違いますね。計画通りにできました。次に武器選択です。武器はソード、槍、魔法銃が選択できます。それぞれ、違った個性があるので、まあ、最初の武器を選択してください。後でも変えることができるので特別迷う必要はありません。はい、今ご覧いただいているのは、一人一人に与えられる寮の自室になります。皆さんのホームとなる場所なんですけれども、ここからいろいろなこのゲームの重要な場所に飛ぶことができる場所になってまして、ちょっと右側のメニュー軽く説明しようと思います。一番上、魔導院っていうアイコン、これが学校に登校するボタンになります。でその下、任務でバトルに出たり、あとはまあガチャがあったり、あとは着替えをするために装備道具箱、あとは合成なんかもここからショートカットで行えるようになってます。今ちょうど時刻が夕方なので、窓の外が夕方なんですけれども、リアルタイムの時間に合わせて見た目が時刻に合わせて変化する形になっています。こちら噴水広場ですね。今引き続き夕方です。レシキでは時間変化がないマップだったので、レシキ遊んだことあるユーザーさんも初めて見る噴水広場の映像になるかと思います。頭の上に話すっていうアイコンがたくさん浮いてるんですけれども、あとは絆とかですね、これを直接タップすることでキャラクターと話すことができます。あとは、左側の下にバーチャルパッドが出てるんですけれども、実は行きたい場所をポンと叩くと直接その場所に猛ダッシュしてくれるので、移動は結構サクサクです。あとは画面上スワイプすることで見たい方向にカメラを振り向くことができます。ちょっと試しに絆のキャラクターに話しかけてみようと思います。何ですか今、キャラクターはデュースですね。絆っていうピンクのアイコンをタップすることで話し中です。こちらモーションポートレートっていう技術を使ってまして、このイラストで描いた 2D の絵がぬるぬると動く技術を使っています。今このように話しかけることでポイントを貯めている状態ですね。絆ポイントが貯まっていきます。これどんどん貯めてキャラクターと仲良くなるととってもいいことがあるので、もうどんどん話しかけてください。